皆さんお久しぶりです。今回は札幌パルコで開催されている祝祭の呪物展の紹介です。当日券1200円、8月6日までの開催となっています。昨日一昨日は主催者の田中俊之さんが来ていたようで、明日は早瀬康弘さんが来る予定になっています。詳細は SNS で確認ください。本日の目玉の呪物チャーミー。滋賀県の介護施設にいつの頃からかあった人形。この人形を可愛がると死ぬ。施設利用者が何人も亡くなっているが、なぜか可愛がる人が後を絶たない。気味悪がった施設職員が地下にある倉庫にしまったのだが、数日後利用者が再びこの人形を持ってくる。そして亡くなってしまう。その後困り果てた職員が田中のもとへ誕生日プレゼントとして提供し、今では立派な田中の相棒である。出会ったその日に大型台風チャーミーが関東を直撃。その縁もあり名前をチャーミーとする。他にもたくさん呪物が展示されているのでご覧ください。
ーナーに来てみました。こちらで田中さんの呪物関係の本が売られています。最近出た漫画も置いてました。こちらには田中さんと早瀬さん、チャーミーちゃんがプリントされた T シャツも置いてます。他にはサイン入りの写真、ステッカー、キーホルダーなど売られています。札幌パルコで開催されてる祝祭の呪物展の紹介でした。それではまた会いましょう。当チャンネルは北海道の廃墟や廃村、歴史的場所など気になる場所を紹介しています。道内で行ってほしい場所などリクエストがあればコメントください。